はい、皆さんこんにちは。今回はですね、 TOC 思考プロセスコース、英語名で GoldRat Master Executive Certificate for TOC Thinking Process と言いますが、こちらのコースはですね、今まで京都の楽月庵でしか開催していないんですけども、今回満を持しましてオンラインでの開催が決定いたしましたので、プログラムの概要について皆さんにご紹介したいと思います。この思考プロセスを開発したのは、世界1000万部以上売れていて今でも売り続けているザ・ゴールの著者であるゴールドラット博士になります。博士は、このザ・ゴール以外にもゴール2、クリティカルチェーン、チェンザルールということで、世界の常識を塗り替えるような著書を次々と発表しているんですけども、その博士自身が最も重要で最も汎用的な知識体系、新しい自分の知識を作り出す根底にあるものとして重視していたのが今回の思考プロセスになります。博士は生前天才と呼ばれることも多かったんですけども、その天才と人に呼ばれるような成果というのはこの思考プロセスの賜物であるというふうに語っているビデオがありますので、ちょっとご覧ください。 When do you start to realize that you are thinking clearly? When people start to call you a genius. And yes, it's in the hands of each one of us. Just practice half of what I'm doing for half the time and you'll see where you are.I was not born like that. I'm self-made man. で、この思考プロセスは現在はゴールダットグループの中ではもう共通言語として使われておりまして、これがクライアントに対しての価値を生み出す源泉になっています。で、この思考プロセスを6ヶ月という限られた期間の中で最も効率的に学んでいただくために体系化したものが今回の思考プロセスコースになります。すでに受けられた方の中には、このゴールダットジャーナルに載っているような目覚ましい事例を挙げられた方が何人もいらっしゃいますので、ちょっと具体的な話としてご覧いただきたい方は、ぜひゴールダットジャーナルの方をご覧いただければと思います。それでは具体的にコースの中で何が学べるかなんですが、この3つのクエスチョンを中心に考えていただくと、全体像が把握していただきやすいと思います。1つ目は何を変えるのか、2つ目は何に変えるのか、そして3つ目はどうやって変えるのか。この3つのクエスチョンにそれぞれフィットするような考え方やフレームワーク、この図に書いてあるようなそれぞれの具体的な方法というのをステップバイステップで身につけていただいて、現場でも使いこなしていただけるように学んでいただきます。それではコースの特徴を5つのポイントでまとめてみます。まず1つ目の特徴は、6ヶ月間の間世界のトップエキスパートから最新の思考プロセスが学べるということで、イスラエルからはラミ・ゴールドラットやイシャイなどが直接参加して皆さんを指導させていただきます。日本からも、岸田をはじめといたしまして TOC のトップエキスパートが指導します。英語のものに関しましては通訳がつきますのでご心配は不要です。2つ目のポイントは、毎回自社の課題をベースにワークショップを行うということで、皆様自身が実際に直面されている課題をクラスに持ってきていただき、それをベースに新しく習った思考プロセスのやり方をで分析し、具体的な解決策を考えていきます。そしてクラスの中で考え抜いた解決策を実際に現場で実行していただきます。そうすると現場をうまく巻き込めるケースとなかなかうまく巻き込めないケースに分かれます。4番目では、その結果をクラスに持ってきていただきまして、さらにうまく実行するためにどうすればいいかということをみんなで議論していきます。そして最後に5番目の特徴ですが、クラスを通じて自社のビジョンを実現するための具体的な戦略と戦術を作り上げるということがゴールになります。最後にそちらを報告していただきまして、国際認定資格が授与され、クラスが完了するということになります。費用対効果の面を考えましても、ほぼ研修といっても実務に近い内容ですので、費用対効果は極めて高い内容になっています。こちらのページでは今回のオンライン受講のメリットを簡単にまとめています。まず最初は、受講のための移動時間やコストが大幅にセーブできます。もちろん病気のリスクも大幅に低減できます。受講への参加は静かなオフィスや、リラックスできる自宅などですね、ご自身に最適な環境から受けていただくことができますので、より集中できる環境を用意することもできます。そしてオンライン受講をいただいた感想としてよくいただく声なんですけども、実は全員が最前列で受講するような環境をオンラインでは実現することができるので、むしろ教室よりも集中できる、質問もしやすかったという声をよくいただきます。このように快適なオンライン環境の中で TOC の奥義をじっくりと実践を通じて学ぶことができるんですが、これ同時間に学んでいる同士というのがたくさんいます。ですので、定期的にですね、クラスの終わりにはですね、オンラインワイガヤということでオンライン飲み会も開催していきますので、ネットワーキングも可能になります。そして、それぞれ受講されている方の状況はこちらの方で細かく把握しておりますので、サポートもしっかりやらせていただく予定です。
最後に受講検討にあたって不安に思われるかもしれない点につきまして簡単に説明させていただきます。まず1点目につきましては、オンラインだとどうしてもわからないときに取り残されないか心配ということですが、オンラインの方でも我々は皆様の受講を細かく見ておりますので、わからない点につきましては我々の方で細やかにサポートさせていただきます。2つ目、接続環境についてですが、こちらは事前に十分に接続テストを行いますので、接続方法がわからないとかですね、操作方法がわからない点については十分に解消してから前に進んでいきます。そして最後にトラブルなんですけども、トラブルが起こった場合には電話の方でサポートいたしますし、接続の方の方でうまくいかない場合には録画も残りますので、接続ができないからといって受講に取り残されていることは 100% ないという形で前に進んでいきます。ということで、もし他にもご質問ございましたら、ぜひ事務局の方にお問い合わせいただければと思います。それでは皆さんのご応募お待ちしております。